こんにちは。今？いや、そろそろかなと思って。タイミング良すぎるわ、お前今。ちょうどケーキ切ってんね。あ、それは。差し入れいただいて。へぇ。うまそうじゃない？保護者の方ですか？こっちが、俺の顔も素敵だけど、このチョコレートケーキを写さない。食べる？あ、いいっすか？ありがとうございます。チョコレートケーキを、どこにアクセントくるの？最初じゃないですか、チョコレート。でもさ、今さ、何時だっけ？太るかな？ 11 時だよ、もう。夕飯も来るのに。確かに。もうやっぱ授業後っていつもこんな感じなんですかね。授業後こんな感じなの。授業後だ。いつもこんなね、まったりして。ぐだぐだしてます。だって、10時に授業終わってんじゃん。で、今日面談があって10時半になっちゃったけど、はいはい、でもいつもこんなだね。だから太るんだよ、塾の人って。なるほど。感触がもうすごすぎだもんね。今日もチップで食ったのだって、俺、合間に。上でバームクーヘン食ったし。はい。そういうのがね、積み重ね、日々。何でも勉強もそうじゃない？そうそう。お、なんか繋がりましたね。繋がった。これ今日勉強だと、何これ、ツイッター？いやまあなんか、YouTube、いや YouTube ですね。習慣ですもん。習慣が全部、それ体になっていくんで、何勉強もそうだね。確かに。だから置かないでほしいわ。甘いもの。ああそうですね。うん、そういう環境が良くないっていう。環境がね、なるほど。でも止められない。それ山崎正義ですね。全然わかんないけど。なんて知らないのセロリ。知らないです。え？知るよね。知ってますよ。スナックの。違う。スナックのセロリ知ってるでしょ。知らないです。育ってきた。食べましょう。食べよう。いただきます。うまい。まだこれ。うまい。やっぱ授業後格別ですか。うん。うまい。でもさ、今日休み時間にさ、はい。これあまりに気になってちょっと食べちゃった。最初だからは、岩瀬先生が食べた。確かになんか最初端っこがなんか切れてるなと思ったんですけど。そうあったでしょ。どうしても休み時間中に我慢できなくて、天野先生から。冷蔵庫にケーキありますよって、どんなケーキだろうと思って覗いたらもうこれあんまりにもそうで、気づいたら反射ですね。食べちゃった。なるほど。めっちゃうまいわ。うまいっすね。ありがとうございます。うまい。もう食べないよ、これ。ありがとうございます。食べます。はい。撮影中は食べれないの？もうちょっと今カメラがね、料亭を。なるほど。食べさせてあげようか。いや、全然大丈夫です。いや、そうだね、ユニバープラスの話を聞きたいなと思って。はい、今、ユニバープラスってどういう状況にあるんですかね？今？はい。今のね、どういう状況か。地下だね。アンダーグラウンドな感じじゃない？なんか、本当さ、はいはい、作業多いよね。そうですね。仕方ない。だから、こういうことやってますよっていうのをもっと本当はさ、アピールしていかなきゃいけない。出したいですね。し、動いてますよ。なんか、ユニバープラス始まりました、9月じゃん。そうですね。そっからさ、なんかさ、こっちの制作サイドに全員が回っちゃって、今。はいはいはい。こういうもんですよ、ああいうもんですよって伝えてないのがね、ちょっと、自分の情けないところですね。忙しいっていうさ、その忙しいが制作とか、まあ塾の仕事ももちろんそうだけど、そういうのが忙しくなっちゃうからね。で、それがちょっと、ストレスだね。そうですね。もっとね、思わない。だからもっとさ、こういうことやってんだよっていうのを伝えていくことをしていかなきゃいけない。はいはいね、メジャーに行ってないと。何言ってるの？メジャーに行ってない。メジャーに。ああ、そういうことそういうこと。まあそうだね。あんまりまだそっちの方に来てない。ちょっとあれなの、もうすぐ届くか。あ、ご飯があるんですか。ウーバーイーツ。ウーバーイーツちゃう。あ、ウーバーイーツ。あの麻婆豆腐俺と今日どうしても食べたくなっちゃう。あ、なるほど。麻婆豆腐。じゃあユニバープラスは今。結構動画の授業とか撮ってるじゃないですか。めっちゃ撮ってるわ。めっちゃ撮って。今日撮んの？今日こんな撮んない？明日だ。ああ。で、それが、まあ今完成するのが、まあいつぐらいなのかなっていうの結構気になってる人多いかなと思うんですけど。だから、俺ね、中1中には、の、立社は12月に完成予定で。12月に立社。立社。中1中に今それに向けてめっちゃやってるよね。まず立社なんですね。まず立社。まず立社です。ユニバープラスは、最初エースっていうふうにやろうと考えたんだけど、まあエースは、まあいろいろあると。リシャがちょっとなんか全体的に少ないなと思って、はいはい。まずリシャやろうってことね。やっぱそれはなんか授業とかしてても、なんかテスト対策とかでも結構感じてたところなんですか？感じてるし、多分、まあいいものいっぱいあるんだけど、まあ自分たちがそこには、入っていけるかなっていう、リシャからの方がスタートとしてはいいかなっていうふうに思ったよね。はいはい。エースでバーッと入るよりは。エースはみんなできるでしょみたいな。まあまあそんな難しいことだけど、リシャから入ろうっていうことだったよね。で、今リシャやってますよ、だから。なるほど。それ12月間に合いそうですか、今。何が食べるの？ん？12月？はい。まあそれは聞かないで。
まあまあなんとか頑張ってるみたいな。まあ間に合うようにしてますよ。はいはい、だから間に合うっていうのは何でもそうだけど、間に合わせるだよね。あ、そうですね。もう期限が決まってるから。もうだっていつも決まってんだもん、期限が。はいはい。こうやって。あ、どうぞ、大丈夫ですよ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご飯が来ましたね。やばくない？え、でも今日そんな頼んでないよ。今日、餃子の王将だよ。おー、餃子の王将。どうしたらこれ。あ、これ俺。ヘルシーでしょ。見て見て。このヘルシーなところを取ってほしいわ。ほら。あんまり絵的に良くないこれ。餃子の王将。これやばいでしょ、絵的に。チャーハン。まあ、ノットなんかすごい食べてるよ、豚キムチが。あれすごいですね。はい、まあまあじゃあ、こっから後半ですか、ご飯届いて、先にケーキを食べるっていうのは。謎ですけど。まあ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 。じゃあ、こっから後半戦。待ちきれないよ。ちょっといろいろ聞いていきたいですね。見て。あの、すごいな。食べたくなるでしょ、これ。この前さ、島澤先生、すごいいいこと言ってたよね。島澤先生がさ、いいもの作るには何度でもやり直しをしたい。おお、じゃあもう気持ち的にはもう無編集でも、もらえる、そうね、それは